熱が出てる。内臓をやられたのか。このままじゃやばい。大丈夫かサラ。バカみたい。あんな小さな子に刺されるなんて。ひでえガキだ。おい手を貸せ。よし、ゆっくりだ。また来るぞ。ここにいたらまずい。屋上に行ってヘリを探す。おい助けてくれ。怪我をしてる。彼女どうしたんだ。あの怪物どもにやられたんじゃない。刺されたんだ。でもヘリはいっぱいだ。なあ聞いてくれオブライアン、早く病院に連れて行かないと。このままじゃ死んじまう。病院なんてないよ。おいなんだよそれ。だったら医者は野外病院とかなんかあんだろ。僕はただの大学院生なんだよ。そんなこと僕に言われても困る。オブライアン。ああ分かったよ。でもヘリには2人までしか乗せられない。2人ってふざけんな。無料オーバーなんだよ。2人以上は無理だ。おい手伝ってくれ。ほら安心しろ。大丈夫だからな。捕まってすぐ戻ってくる。よしブーザー早くヘリに乗るぞ。待て早く乗らないと。聞こえてたぞ。あと2人しか乗れねえんだろ。ほらさらっと行け。心配すんな。こんな傷へでもねえよな。そうだな。行き先は何。どこ行く。スリーフィンガードジャックの西にある難民キャンプだ。ダメさらブーザーを一人で残したら死んじまう。乗らない。